はい、どうもイザビーチャンネルです。今日はですね、カメラについてお話しさせてください。以前ですね、Uチャンネルさんの動画にですね、ちょっとチャンネルの紹介をしていただきまして、アドバイス的なことをいただきました。でその際にですね、カメラを変えましょうと、GoPro か、ソニー製っていうかね、今僕中華カメラを今まで使っていたんですけれども、カメラを交換されることをお勧めするということでちょっと勧められたんですね。ただ僕の中でカメラに関してはね、ちょっと考えがあって、モトブログってバイク乗ってる方誰でも始めることができると思うんですけれども、ただいきなりさ、 GoPro とかって結構価格が高くてハードル高いじゃないですか。なので僕はね、中華カメラである程度1000人までいければな、なんていうそういう甘い考えを抱いていたんですけれども、年間で250人ぐらいですね、1年間でね、250人ぐらい登録いただきましたけれども、なかなかね、1000人っていうのはそう簡単にはいかないぞということで、ただじゃあカメラを変えることによってどうなのと、1000人いっちゃうのそれもあるよね、考え方によってはね。カメラの映像が綺麗で登録者がもしね増えるんであれば、それはそれでありなのかなとも考えたりしまして、で悩んだんだけど、じゃあ逆に年間通して僕は250人の登録をねいただいた中華カメラなんですけれども、じゃあ GoPro に変えたら、1年間でどれぐらい登録者増えるの、それもなんか興味深いのかななんて勝手に思って、でちょっとそれ試しにやってみようかなと思って、今回からですね、前回かぐらいからですね、 GoPro をちょっとカメラ使い出しました。これでね、登録者増えてくればいいんだけど、僕はねあんまカメラも関係ないような気はするんだよね。内容じゃない、やっぱり元ブログってこの人面白いなと思ってちょっと登録しようとか思うじゃないですか。あとはこういう景色動画とかやってくれるんだったらちょっと登録しようかなとか、やっぱり自分が興味ある動画じゃないと登録ってなかなかしないよね。例えば同じ車種とかさ、同じ車種でちょっと気になるなっていう方は登録したりってあると思うんですけどね。なので今回ちょっと試しに1年間ですね、果たしてどれぐらい登録者が増えるのか、そんなことも兼ねて今回から GoPro メインにしていきたいと思います。ということで、もしご関心のある方、ご興味のある方はぜひ登録をしていただければと思います。僕の動画はジクサーがメインですので、時々試乗とかね、これからしていきたいなとは思っているんですけれども、もしなかなかいい動画出すじゃないかというふうに支持してくださる方がいれば嬉しく思います。ということで、今回の動画はカメラについてお話しさせていただきました。最後までご視聴いただきありがとうございました。さよなら。